ガツンとみかん、そうガツンとみかん。おいしい。ぬくむしめ可愛かった。うん、本当ありがとう、嬉しい。今日は2日目、2回、3回目、2回目、3回目公演でした。どうでしたか？自撮りしよう。アイス食べてる。お、なんかさ、やっぱさ iPhone11 だからさ画質悪い気がする。ランダムに誘われました。おお、なんかアイラブユー結構楽しい思い出しそう。それな、今日さそう、はけるまでにさ時間使っちゃって、あごめんりちゃんと思って、うん、本当はもうちょい早く向こうに行ってはけるんだけど、ちょっと今日はなんかエリちゃんの歌聞いてたらちょっとあってなった。毒娘のちゃん可愛かったね。ほんと毒娘今日さすごいさ、なんかそう、ほんとになんかちょっと失敗失敗。うん、夏目さん今日もタワーありがとうございます。かわいいアイス、アイスお揃いだね。アイスとタワー一緒。はじめまして、こんばんは。今日の舞台最高。うん、よかった、嬉しい。何の一瞬？みかん、ガツンとみかん。みかん。
ちゃんの可愛い写真がたくさん撮れたのでツイッターあげます。うん、お願いします。毒娘と俺の落差すごい。落差ってよあれじゃない、悪くなってるってことじゃない、隠すかあれじゃない、違い、落差は良くないよ。落差って言ったらなんか悪くなっちゃうよ。ギャップ、イエス、ギャップ。なんかみんなもぜひハッシュタグキスバイエイトのつけてツイートしてね。んシーカさんもタワー、アイスタワーありがとうございます。昨日もありがとうございます。ありがとう。トイレ公演の最後、4年の途中でねるちゃんと笑ってた。あ、笑ってた。なんかめっちゃ、うん。不事件起きたよね。事件っていうか、なるには珍しいことが起きて、はぁみたいになって。そしたら私も歌う、なんか歌い始め、遅れちゃって、そう。おもろかった。まだ銀河劇場にいる。何してんの？じゃあめっちゃ笑ってたね。え、なんかその忘れたことにはあまり笑ってないけど、なんか忘れちゃったっていう顔してるナルが可愛くて笑ってた。そしたら最後のさ、あのお辞儀の時さ、もうなんかすごいめちゃくちゃお辞儀してて、っていうかもうあの謝罪しててそう。そうだった、そうなの、そうなの、うん。役柄も衣装も振り幅が大きいけどしっくりきてる。姉ちゃんすごい、やったやった、ありがとう。ハートと星組があるの、そうだよ。ハートは今日かな、星がりんちゃんとかひだやとか大西で、ハート今日ハートだよね。ハートはマリアとかカレンちゃん、下をなるとか、そう。
マリアの8は3回目。なんだっけ、なんか B スクールで8やってたよね。あと何やってたっけ、8。今反省会が終わりました。何の反省会ですか。あやねちゃんあそこ間違ってたねとか、あそこもっと反省した方がいいよって。マリア 8B スクールと女王蜂と、あと何やってたっけ。あれだ、あれだ、他の舞台のやつ。それも蜂のお姫様やってなかった、マリアね。なんか女王の娘みたいな、あのお話感動した、見に行ったもん。あれハチ本当に面白い、本当にハチさんすごい面白いので、ぜひぜひ一人一人のハチさんを見てください。高橋さん IU に似てる。マジで嘘、本当に。それはめっちゃ嬉しい。マジ IU さん可愛いよね、本当に。めっちゃ可愛い、永遠に可愛い。あれ一番笑った、それな。面白いよね、本当に。ルル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 ルハマちゃんの実況めっちゃおもろい。あれは絶対笑う。あれは本当に木金も水木金と舞台行くので、あやねちゃんたくさん撮る。あ、嬉しい、ありがとう。そう、みんな可愛く撮っていっぱい拡散してね。今日は絶対にお風呂入って寝る。明日やっていきます。お、明日りんちゃんいないぞ。ライブはいるか。ん、明日いるのか、明日いるのか。そうだ、今日マリアだ。お風呂入らない日があるみたいな言い方。違うの、待って、あ、森行きさん、あ、タワーありがとうございます。いや、お風呂は入ったんですよ。でなんかお風呂は昨日ショールーム終わって、なんかそのままなんか寝ちゃってて、昨日それで、ね、8時半ぐらいに家出なきゃいけないんだけど、8時過ぎにパッて起きてやばいって思って朝お風呂入って、そう、頑張っていった今日一番の頑張り。
よく間に合ったね。え、本当によく間に合った。本当に最近で一番焦ったし一番早く動いた気がする。だからもう今日は絶対にお風呂入って、もうね入浴剤も買ったの、絶対入ろうって思ったから入浴剤買って、そう髪乾いた。髪乾かなかったから前髪だけ乾かして行きました。そう本当に申し訳ない、絶対変な子だって思われたけど、髪濡れてて本当に反省、もう一生しないそんなこと、もう絶対しない、嫌だったもん。そうお代理とのやつで泣いた。あ、本当ですか、嬉しい。私も本当に泣きそうになる、泣きそうです。なんかあれ私の気持ちになったらすごい心痛くないですか、見た人めっちゃ心痛かった、痛いのいつも。寝落ちするなんて誰でもあるね。そう寝落ちはみんなあるけど、やっぱせめてね、メイクしてるしね、だからお風呂入りたかったな切なすぎます、悲しい。いや本当に徳間ハマりすぎ、え、それな、何ちゃんにあんなこと言われたら泣いちゃう確かに。デニムは普段着るデニムね全然着ない、あの色、あの色はね全然着ない、たまにほんとたまに着る。その時の背中の演技が良かった。あー嬉しい、アバターゲット、お、ありがとうございます、かわいい。デニム自体持ってる、デニムは持ってるけどなんかあんまり使わないか。部屋着は黒が多いイメージ、なんか部屋着じゃなくてレッスン着なのよね、舞台レッスン着で行ってるからさ、そうそのまま。なるちゃんみたい、そう、そんななるほど真っ黒じゃないよ。最初ハルピョンだと思ったらあれだった。え？最初？最初のシーンですか？うん。こんばんは。こんばんは。
再販ポチりました。わ、ありがとうございます。お話し会、早く寝ないの？早く寝たい。昨日ショールームもしたい。エリちゃん、エリちゃんのパート泣いてしまいます。あ、嬉しい。アイネも泣ける、泣く、本当にアイネが一番泣きたい。なりちゃん、シーナと冒険の人生よりも優しい人と安定した穏やかな人生をとって。そんなこと言わないで。最近推しになりました。嬉しい、ありがとうございます。よろしく。ルンバもしてた。そう、ルンバもしてた。なんか幸せになってな二人ともって言われた、袖で。ありがとうって言って。兄ちゃんのペンライトカラーは、そんな決まってないけど、一応なんだっけ、水色と赤って言ってる。一応水色好きだから。そう、水色と赤はなんか可愛いから。赤、じゃあまた明日、また今日寝落ちしたら大変なので、今日はここで終わりにします。13位ヤスさん、12位ユキタンさん、11位バダックさん、10位ソウルメイトさん、9位ヤマヤマさん、8位 YSA73 さん、7位ユータアイネのことが大好きです、大好き会いたいさん、6位おとわさん、埼玉さん、
5位のりーあやね大福さん、4位やすべーさん、3位なつめあやね大福さん、2位もりいきさん、1位すいかあやね大福さんです。ありがとうございます。ではまたバイバーイ。明日舞台来る方はよろしくお願いします。バイバーイ、おやすみー。